その試合後の丸さんのメディアインタビューでも山川戦ではちょっとパフォーマンス良くなかったっていうようなところで岐阜戦でこうしっかり見せていかなきゃいけないっていうのはおっしゃってたんですけど、8月の入りとしてはあの試合はどう振り返りますか？負けてない状況で結構メンバーをがらりと入れ替えたっていうところで、まあ、チームとしてはもう少し全体として前進していかなきゃいけないっていう、まあ、メッセージを込めて、まあ、チャレンジしていこうっていうところでのメンバー選考だったんで、まあ、内容的には悪くはなかったけども、まあ、結果に結びつけなかったっていうところは、まあ、少しは問題ありましたけども、まあ、非常にポジティブに捉えたゲームかなっていうふうに感じたゲームかなっていうふうに思いますね。7月終わった時点で内容ほどの順位じゃないなというか、勝ち点積んでるけど内容が伴ってないんじゃないかっていうのは振り返りの中でもあったと思うんですけど、今回8月内容と勝ち点に関してはどうですか？内容はまあ、少しずつ上がってきてる風には見えますけど、まあ、それが本当に何て言うんですかね、意図的にこう相手を圧倒して崩しきれてるかって言ったらまだまだそこは足りてない部分ももちろんあるし、まあ、それとまあ結果の部分でもまあ最低限の結果かなって今月に関して言うと、まあ、4試合やって勝ち点が 8?2 勝2分けなっていうのは、目標設定に関して言うと、まあ、そこは最低限の勝ち点をだったなっていうところは、まあ、チームが前進していくよりちょっと、多少しょうがない部分もある。でそれをこうやっぱりしっかり、まあ、こちらとしては選手がトライとかしっかりハードワークしてくれる分、こちらが勝ちに持っていくっていうのは、あとはこちら側の問題かなっていうふうに思うんで、まあ、選手はこのまましっかりチャレンジ してくれるような形には持っていきたいなっていうふうに思いますけど。8月その一番大きな変化というか一番大きなチャレンジっていうのは、その岐阜戦のところで見せたそのメンバーの大幅な入れ替えっていうところですか、それともなんか他に？まあ、もちろんだからそういう部分でチーム全体でやってるっていうところはやっぱ常に持っていきたいなって、総合力として戦ってるっていうところはあるんで、レギュラーっていう形じゃなくて、まあ、今今週しっかりトレーニングを詰めてる選手たちをやっぱり送り込むべきかなっていうふうには、まあ、その時思ったんで、まあ、試合がこの間負けてないから同じメンバーとかね、負けたから変えるとかそういうことじゃなくて、なんかこうしっかりこう前進しようと普段のトレーニングからやれてるかどうかっていうところがポイントかなっていうふうに思うんで、だからメンバーチェンジっていうか、まあこちら側も怖がらずにそれをこうどんどんこうしっかり選手を観察するっていうか、トレーニングをこちらが やってほしいことを体現しようとしてる部分があるんであれば、どんどん試合に使っていきたいなっていう、だそこら辺をこっち側がもうしっかり目を光らせるっていう かチームはどんどん変化していくっていう形には持っていきたいなっていうのなんで、まあそこがちょっとこう前節その松本戦ですかね、まあその前もそうなんですけど、まあ、若干チーム的には停滞感はちょっと出た部分をなんとかいろんな形で前進できるようにするっていうのは、まあまああまりにもちょっと人数が大幅に変わったんで、まあ、そこら辺ちょっとショック予報みたいな感じですけど、まあチーム全員が戦えるっていう部分は、全体持てたっていうのは大きいかなっていう、安泰でもないし、また違うメンバーがまた出るかもしれないっていう部分ではいい競争が生まれていければもっとチームは前進すると思うんで、まあ、そういった緊張感もしながらやっていきたいなというふうに思います。
付箋での課題、メディアにお話しいただいたところでも90分間あの走りきれなかったっていうところと、まあ、途中で足をつってしまって戦術的な交代よりそっちのケアの方の交代枠だったっていうところがまあ課題で、そこをまあトレーニングでっていうのはメディアでもおっしゃってたと思うんですけど、そこのトレーニングをちょっとインテンシティを上げたというか強度を高めた練習を8月は取り組んでるっていうイメージですか？いや、そこは何も変わってないです。はい、まあ基本的に別にこう夏だから強度落としてるっていう感じでもないですし、まあしっかり強度高く時間は短いですけど、まあ、取り組んでるかなって。ただまあその試合に関して言うと、まあ、久々出た選手たちがやっぱりその普段やってるとはいえやっぱ試合の強度っていうのがやっぱちょっと違うと思うんですよ。だからその分やっぱ緊張感だったりとかいろんな部分でね、メンタルを含めてやっぱり90分持たないなっていうのはある程度想定した中で、まあ、それはもちろん使ったんで、まあ、これをゲーム感とか慣れてくれればまた違ってくると思いますし、うん、今日それにまた馴染むんじゃなくてもう一個自分たちがまた超えられるかって毎回毎回っていうのをやっぱりやっていく必要はあるかなっていうふうには思ってますね。そこはじゃあそれトレーニングで変えるというよりはもう選手のメンタリティとかそのメンタルと体のコンディションの部分に結構委ねてるというかそこの成長を期待してる。だからやっぱなかなか自分こちらがいくらこうそこ 100% ですよって言っても本人がやっぱりなかなかそれを自分を昨日の自分より超えてるかっていうのはなかなか分かりづらい部分ってあるじゃないですか。でそれを試合やることによってあ今のままじゃもうダメだって気づく部分っていうかいっぱい出てくるし、そういう部分をどんどんトレーニングからもあこれもう一個超えなきゃいけないんだ、もう一歩早く動かなきゃいけないんだっていうのはちょっと感じてもらえてたらまたトレーニングの取り組み方って全然変わってくると思うんですよ。だからそこら辺のこうなんていうの思い出すっていうか、まあ、そこら辺の、まあ、試合出たことによってまた変化も生まれるし、試合メンバーに入れなかったりとか試合が前を交代した選手たちがまたそれよりもまた超えていくことをやっぱり順々にやっていくっていうか、まあ、そういうことが大事なのかなっていう。別になんかこう全部をこう投げやりにこう委ねてるわけじゃなくて、うん、常にこう自分の中のやっぱり思いっていうのを多分毎日毎日こうやってるトレーニングの中で、うん、それがやっぱ弱いとなんとなくトレーニングすると思うし、うん、それをその思いを刈り取るのがその週末の試合なのかなって。だから試合よりもトレーニングをもっと大切にするっていうところの観点はちょっとみんなで持ちたいなっていう話を今すごいしてるとこですね。やるようなしでもやっぱ試合ってどうしてもテンションは上がるし、ね、自分の思ってるよりもちょっとパワーが出たりとか、それは応援によっていろいろ出ると思うんですけど、けどそれだけその瞬間だけじゃなかなか難しかったり継続はしないから、普段のトレーニングに対してもっともっとこっちも思いを毎日毎日どれぐらい強い思いがあってやるかっていうところはポイントなのかなっていうふうに思ってます。だからできるだけその時間は長くしなくても強度が高いトレーニングをしていくべきかなというふうには思ってます。岐阜戦でチャレンジしたところとその課題感のところで中盤でのパス回しが、はい、ある程度のクオリティ出せたというところと、ただその引いてきてる相手だったりとか中をこうしっかり締めてくる相手に対してそのサイドにの攻撃とか、あとはそのゴール前にチャレンジしていくっていうところ、まあ、ボール持ててるけどゴール取れなかった岐阜戦から多分そこを1週間こう修正して鳥取戦に臨んだっていうようなイメージですかね。で3得点まあそうですね、中をつけるシーンっていうのがいっぱいあるかなっていうのをなんか逃してるようなイメージはあったんで、まあそれは今までもずっとそうなんですけど、
でそれをこうもうちょっと少し全体のイメージを合わせていく。でそれを怖がらずにやることによってもっとこう狭いかもしれないけど相手の判断を奪うような形に持っていけたらもう少し自然的にゴールが近くなるっていうか奪えるかなって。わざわざ外に遠いところにポイントを置かなくてもゴールが真ん中にあるんでそこを崩せるような形にできれば持っていきたいなっていうところ。でそれにはやっぱ正確性も必要、技術だったりそういう部分は必要になってくるん で、はい、でそれを狭いって感じるかその空間がフリーって思うかっていうのはちょっと個人差ちょっと 出ちゃうんでそこをやりきる力があるかどうかっていうのは結構ポイントになる。それで本当に人がマッチしたりとかした時に初めて外が開くのかなっていうところ、意図的に自分たちがこうもう少し仕掛けることによって外がフリーになるっていう感覚、初めから外のフリーの選手を使うんではなくて、まあ、そこはもう少しこだわっていきたいとこではありますね。もっと中通せるスペースあるぞっていうのはその不安だったりして中につけれてなかったりとかだったってことですか、うん、まあまあまあそれもあるでしょうし、それがやっぱりなんていうんですかね、引っかかったらもちろんダメなんだけど、まあ、それをトライせずにとか、まあ、あとは距離感の問題とか出てくるんですよ、うん、やっぱり怖がっていくと自分たちから距離感取ったりとかどんどんするし、それをもう少し近づけるような形で相手をコントロールする場所までもポジション取れれば基本的に向こうでもフリーかもしれないけども、どうしたら相手が見えない場所とか届かない場所でもフリーだって思った方がよくて、その選手が動かないと追えないポジションを取っていくと次の選手が基本的にはもっとフリーになったりとか、自分はフリーなとこでもらうと次の人がフリーにならないっていうのは大いにあることなんで、まあ、そこら辺こうグループで、まあ、どういうふうにポジションを取っていくかっていうことを今はこうみんなで共有しながらやっていってるとこですね。特にじゃあその点でいうと鳥取戦ので奪ったゴールっていうのはかなりやろうとしていることというかチャレンジしてほしいことを体現してくれたっていう感覚はありますか。まあそうですよね、あえて判断を、まあ、自分たち の、 その距離感判断を奪うぐらいの形に持っていければ、まあ、人がいっぱいいたとしてもその選手たちがその瞬間的に動かされているイメージはあると思うんで、その判断を奪うぐらいの形に持っていけたらいいかなっていうふうには思いますけど、はい、まあ、それがやっぱりなんとなしにじゃなくてやっぱりもっとコントロールできるような形っていうのは絶対あると思うんですよ。それが全員ができれば、ね、問題ないというかいい、よくなるというか、もう少しこうボールを触ることが楽しくなってくると思うんで、うん、そこら辺まだまだ、やれてないこともやっぱあるし、うん、意図的にもっと全員がその目線を合わせるようになればもっとできるかなっていうのは思ってるんで、はい、まあ、やることはいっぱいあるかなというふうに思います。伸びしろばっかりですね。逆にでも盛岡は結構ディフェンスは結構低い位置でこうなかなか愛媛にこうボール入れさせないぞみたいなディフェンスのような印象だったんですけど、けどどちらかというとなんか入ってることのは多くて、その後のクオリティが低かったなって、なんか守られたなっていうよりも自分たちがすごい最後のところのミスだったりクオリティだったり仕掛けの部分がちょっとお粗末かなっていうふうには僕は思ったんで、中は一回ついてるんですけどそこの後の仕掛けだったりとかっていうのはちょっとお粗末かなっていうふうに思ってる。中つけれるようになったらその次のところがちょっとこの間は岩手戦に関してはそこが問題かなって、だからもっとゴールにその瞬間的に向き合う選手がちょっと少なかったりとか、またそこでも仕掛けがなくてパスを選択するしかないとかじゃなくて、相手をコントロール、相手は瞬間的に引くんだったらですよ、引くんだったらゴールに向かえばいいじゃないですか、パスじゃなくても。もちろんそれが外れてたらパスの方がいいかもしれないけど、相手はそっち側を消しに行ってるんだったら自分が不利だったら相手を変化さすまでいかなきゃいけない局面ってあるし、
そしたら違う選手が入ってくると思うんですよ。だからそこら辺のもう一個次入っていった時の仕掛けとか、まあ、そのバイタルのところのクオリティっていうのは、まあ、もちろんそのどのチームもそうですけど上げなきゃいけないのかなっていうところですよね。結果2対2でしたけど、試合通じてやりたいことはあるってことですか？のかなっていうふうに思いますね。ただやっぱり開始早々に失点してしまうとゲームってやっぱり難しくなるっていうのは、まあ、だいぶ前から理解はしてますけど、なかなかそれは拭えないとこかなっていうか、うまく入れてないっていうのは、まあこれ僕の責任だと思うんで、しっかりそこはもう一回締め直さなきゃいけないなって思ってたんですけど、この間もまた昨日か早々にセットプレーからやられるっていうところは、まあ、逆に言うとなんかこう失点早々にしてもなんか逆転できるんじゃないかっていうなんか空気感もなんか持ち合わせてるのもちょっと悪いとこかなっていうふうには思うんで、まあ、そこはなんかメンタル的にはいいかなって思うんですけど、やっぱ自分たちゲームを難しくしてる感はあるんでね、しっかり90分通してしっかり締めれるような形に持っていければ、まあ、もう少し安心したゲームをしたいっていうか、こっちとして見てる側としたらね、かなり疲れるんで、まあ、最終的に逆転してくれてますけど、まあ、同点だったりとか、まあ、だからある意味まあ、落としたなとかっていうイメージの方がちょっと強く残ったりとかね、まあ、逆転すればいいんですけど、それがなんかあまりにも癖になっているような状況はちょっともう少し考え直さなきゃいけないかなというふうに思いますね。まだそのどうすればっていうのはシチュエーションがまた違うんだよね、はい、だからそれはシンプルなことだと思うんですよ。だから相手もまだ元気な状況だしね、そこで本当につながなきゃいけない状況なのかとか、まあ、岩手戦で言えばなんか開始早々の失点にしたら、まあ、パスのバックパスをカウンターに持っていかれた、まあ、リスクマネージももちろんあるし、この局面で言うとゴールにもっと向き合えば局面的にもっと、まあ、開始早々なんでもっとシュートを意識したりとかペナルティーに入っていくことだったりとかを僕はチョイスするべきかなって、初め特にだからそこら辺と、まあ、この間も昨日かもう、まあ、セットプレーで点は取られましたけど、その前にじゃあなんでファールをしなきゃいけない局面かって、自分たちマイボールを、まあ、そこをつなぐ選択と前をもっと選択しておけば局面って変わったかもしれないし、まあ足らればなんですけど、だもっとマインドがもっと初めっていうのはいつも強調してるんですけど、入り方とかもっと前を選択するっていうかゴールを意識するとか、ね、逆に言ったら僕らは守備になったらもう前線からとりあえず初めは元気なんでね行こうぜっていう話はしてるんで、裏を返せばだからその相手が前から来てるってなったら基本的にはそれがつなぐの難しいって選択をするんであれば、初めはもっと大胆っていうかもっとゴールを意識した方がいいかなっていう局面ってもっとあるかなって、それがまだなんかこう時間帯とか、まあ、場所とか含めて常に同じことをやっちゃうっていうのはまだこう、まあ、幼さなのか、まあ、こっちがもう少し強調していかなきゃいけない部分っていうのはあるかなっていう、やっぱしんどいんでね、はい、でまたそれのセットプレーに起こることに関してはやっぱ自分たちがどうしてもここまでやられると苦手意識じゃないけどちょっと出てきつつあるって、でこれが苦手だ苦手だって言い出したらまたトレーニングトレーニングって言い出したらまたこうどん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 固まっちゃうケースも出てくるし、でやることって言ったら別にもっとシンプルな形に持っていった方がいいのかなっていうふうには思うんで、まあ、それこそトレーニングしかないかなっていうふうに思って、まあ、それを形に落ちるとまた難しくなるから、
はい、しっかりチームの原則に合ったものをやっていくしかないのかなって、変える場所としたら、はい、まあ、毎日毎日は勉強だし、毎日毎日トレーニングも勉強かなっていうふうに思って、まあ、僕たちもその伝えることに関してまたね違う形で伝えなきゃいけない、行った方がいいのかとかも含めて、まあ、全員で自分もそうだし、ね、チームも成長していかなきゃいけないかなって、まあ、そういう次9月ですか、まあ、大切なとこになるんで、まあ、停滞じゃなくてまた全員で成長していければいいかなというふうに思います。ありがとうございました、はい、来月もよろしくお願いします。ダメです、え時間がないです。ありがとうございます。